身だしなみのために、はい、何でもいいですよ。自分をより好きになるために、いいですね。自分を最大限に美しく見せたい。ああ、最大限に美しく見せたい。いいね、はい、どうぞ。おしゃれ、やっぱり言うこと若いなおしゃれのためね、はい、どうぞ。スイッチオンね、女優スイッチね、はい、どうぞ。自信を、はい、テンション、はい、大体じゃあテンションとか自信とか自分よく見せるとかいろいろありますよね。こんだけの効果がありますっていうことを、化粧の効果、影響さえ、ね、可能性ってあると思うんですね。これすごいんです、本当に化粧の効果ってすごいんです。郁恵さんっておりました、90手前やったかな。で、もともとはもうちょっと認知症になりかけてるから、まあ、なんか知らんけども、テンションいい時と悪い時あるんだけど、ね、やるんですよね。で、こうやってパレットでパッとメイクするでしょ、急にこうやって泣き出すんです。で、なんで泣いてんのって言ったら、嬉しいかなって言ったら、そうじゃない、何やと思います、寂しい、わかります、普通嬉しいと思うって寂しい、なんでって聞いたら、息子も娘も来てくれへん、わかります、で、私がこうやってやってないからこうなんかなって思うスイッチ入ったんですよね。だから自分の顔というのは、皆さんが思ってるように、なんかメイクっていいものばっかり思うけど、昔に過去に戻ったりとか、コミュニケーションすごくするんです、顔で。だそういうことってものすごくあるんでね。まあそのおばあちゃん、まあおばあちゃんって、ゆけいちゃんって呼んでたけど、ゆけいちゃんね、言いましたけどね。まあゆけいちゃん毎日やっといたらね、ええことあらよって言って、だから分かりましたって言ってね、5時55分に起きてやります、ゴーゴーゴーとか言ってね、言って。でね、その人がね、最後に歌ってる。あたいね、ずっとメイクしてね、天国ね、行くえって。わかるでしょ。このダジャレが言えるようになったってことです。ダジャレってすごく大事で、90年のおばあちゃんが、天国へ行くえってこう言ったわけ。これはもうね、本当に認知症になってる方やと思ってたのに、全然こう変わるわけですよ。